あ、みるちゃん、こんにちは。あ、りかちゃん、こんにちは。今日もかわいいね。いやいや、みるちゃんのお洋服の方がかわいいよ。ふふふ、ありがとう。このお洋服にはね、リボンの真ん中にメールって書いてあるんだ。あと、チェック柄がとってもおしゃれでしょう。ちょっと待って。私のスカートのこのうさぎさん柄見て。これもとってもかわいいでしょう。ん？ちょっと待って、ちょっと待って。私のこのお洋服の袖口のピンク、おしゃれだと思わない？いやいや、それよりも、このいちご柄と真ん中のリボン、とっても似合ってるでしょ？ちょっと、リカちゃん、何？カメラ独占しすぎだよ。そんなのメルちゃんが最初に始めたんでしょ？何よ、リカちゃん。何？メルちゃん。文句があるなら表に出なさいよ。上等よ。こっちにおいで。よし、勝負よ。リカキック、受けて立とうじゃないのさ。メルパンチ。わあ、ちょっと待って、ちょっと待って、二人ともなんで喧嘩しちゃってるの？だってね、ポポちゃん、メルちゃんがみんなの視線を釘付けにしようとしてるの。違うでしょ、リカちゃんが最初にみんなを独り占めしようとしたんだよ。だからってキックしたりパンチしたり、そんな喧嘩しちゃダメでしょ。ごめんなさい。あ、そうだ、いいこと思いついた。いいこと？何？二人とも、とっても可愛くておしゃれなんだから、ファッションバトルしてみたら？ファッションバトル？ルールは簡単。リカちゃんとミルちゃんが、とびっきりのおしゃれをして、どっちが可愛いかを、この動画を見ているみんなに決めてもらうの。え？みんなに決めてもらうの？そう。コメント欄に、リカちゃんが可愛いか、メルちゃんが可愛いかを書いてもらうの。なるほどね。この動画の下にあるコメント欄に、リカちゃんが可愛いって書いてもらえればいいんだね。ちょっとちょっと、可愛いのはメルちゃんでしょ？みんなメルちゃんが可愛いって書いてね。まあまあ、二人とも、決めるのは動画を見ているみんなだよ。じゃあ、二人とも、早速、とっておきのおしゃれに着替えてきてね。はーい。10分経ったよ。そろそろ二人ともお着替えが終わったみたい。二人のファッションをチェックして、リカちゃんが可愛いか、メルちゃんが可愛いか、書き込んでみてね。じゃあまずは、リカちゃんから、どうぞ。はーい。着替えてきたよ。ブルーのリボンがついたお花柄のドレスだよ。見て見て。このお髪のバラの花飾りがアクセントなの。お髪はサイドに分けてあるよ。かわいいでしょ？シンプルだけど大人の魅力が詰まったドレス姿。かわいいでしょ？リカちゃんをよろしく。はーい、リカちゃん、アピールタイム終了でーす。次は、メルちゃんどうぞ。みんな、みんなの大好きなメルちゃんが来たよー。見て見て、このゴージャスなドレス。胸元には、メルちゃんのお名前が書いてあります。このカチューシャのハートの部分にも、メルちゃんのお名前が書いてあるんだよー。首元のレースもおしゃれでしょう。可愛くておしゃれなのは、せーの、メルちゃんで決まり。はい、メルちゃんのアピールタイム終了です。
エカちゃんとメルちゃん、どっちが可愛かったかな？可愛かったと思う方をこの下のコメント欄に書いてね。私よ、いやいやいや、私。私よ、いやいやいや、私。私よ、いやいやいや。アソブームの動画は面白かったかな？携帯電話で動画を見ている人は、ここのチャンネル登録というボタンをポチッと押してみてね。みんなのお気に入りの動画がきっと見つかると思うから、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、アソブームの動画を毎日見てみてね。